しいろいろ始める仙台いろは。今日の仙台いろはは、子育て中のママの強い味方となる車のいいねな機能をご紹介します。軽自動車販売台数2年連続ナンバーワンのホンダ Nボックス は、今年の秋にフルモデルチェンジし、さらに使いやすくなったんだとか。わあ、すごい開放感、軽とは思えない広さ。エンジンなどが占有するスペースを限りなく小さくし、大人4人が乗ってもくつろげるゆとりある空間に。あ、助手席こんなに動くんだ。スライド量が57センチの助手席スーパースライドシート。後ろに下げれば運転席にいても助手席側から降りることができ、また前にスライドさせれば子供を後部座席に乗せてそのまま車内を通り運転席に乗り込むことができます。いいね。視界が広々していてとっても運転しやすそう。両サイドにあるピラーを従来のデザインより細くしたことでガラスが大きくなりワイドな視界に。またママも子供も心配なのが日焼け。新しい Nボックス には日焼けの原因の紫外線と暑さを感じる赤外線をカットしてくれるガラスがフロントガラスだけではなく360度全ての窓に装備されています。ママのお肌のことだけじゃなく家族みんなのことも考えてる車なんだ。他にも子育てママのことを考えた充実の収納スペースを確保、さらに安全をサポートしてくれるホンダセンシング。衝突を予測してブレーキをかけたり前の車の発進を教えてくれたり、10個もの機能で快適で安心な運転をサポートしてくれます。機能充実で子育てママにぴったりな車、いいね。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。